え、じゃあ、大志くん。え？お願いします。そっち？ゾウ、ゾウで行きます。行きましょう。え、あ、大志選ぶんだと思って、ちょっとね、ちょっと追いかけちゃうっていうか、なんていうんですかね、なんか、日向ちゃんたちが何するのかとかを気になっちゃいました。今日このデートで気持ち、自分の気持ちを確かめる機会にしたいって思って。はい。あ、落ちたバナナ。あの二人が行っちゃったら、なんかもうそのままくっついちゃいそうだなと思って。今ユノンが一番気になってて、それで通称誘いました。うわ、ありがとうございます。めっちゃさ、おもろくてさ、大志くんが、うん、もう今気になってる。ガチ。髪型とか何？好きな髪型みたいな。え、あの二つに結んでるのって何？ツインテール。ツインテール可愛いね。ツインテール？似合うよ。やばいって、やばいって。今日好きになりました。旅のしおり。あるんや、これ。ねえ、びっくりした。あれ、全員ところにあるよ。俺ら二人だけど。なんで今？ね？え？え？え？やば、本物や。でか。え、ゾウでっか。わ、すげえ。やば。え、すげえ。あー、かわいい。なんか鼻水みたいなのつけられた。え、やば。え、これ写真撮るの。え、かわいい。見て。あー、でっか。オーケー。ピース。いや、こんなのもしてくれるの。えー、いいやん。いい思い出になる。バイバイ。あ、あ、ゾウバナナ。え、あげてもいいの、これ。これあげられんの、ゾウさんに。これをちょうだいっていいよ。え、ちょ、マジこれ全部あげていいん。え、じゃやってみる。はい、動画撮ってあげる。あー、やった、ありがとう。はい、待ってね。あ、あ、落ちたバナナ。え、すげえ。やばいよね。お腹いっぱい。いえ。え、すげえ。かわいい。めっちゃ食べるじゃん。え、怖っ。え、怖い。え、先乗っちゃう。え、いける。そう、かわいそう。え、か、え、待って、怖い。ちょっと待って、ごめん。なんか持ったよ。ねえ、なんか腕持ちましたね。テンション低すぎやろ。2人でやってんのバカ。レッツゴー。やばい。待って、無理ないけど。いや、当たり前みたいにゾウ乗るけど、ゾウ乗ってみたいな。これめっちゃ自慢できるね。え、それはゾウに乗ったよって。いいね。え、落ちたらどうするん。あ、落ちない落ちない。やめて、やめてよ。絶叫好き。苦手よ。苦手なんや。そこまで乗れない。あ、そうなんや。苦手でもないけど、得意でもない。そういうこと。あ、てか誘ってくれてありがとう。そういえば、え、本当にめっちゃいきなりやったよね。ね、いや、びっくりした。やばいよね。昨日ちょっとビーチで話してくれよ。そう、しかもなんか、ご飯の時もなんか自分の勘違いかもしれんけど、なんかちょくちょく目あったりしてたから。ああ、あったかもね。そう、あったかもね。あったかも。そう。やば。え、割とテンション高いよ、ちなみに今。本当に。ちなみに今。本当に。ちなみに今テンション高いよ。え、すごい。え、ここ行くの？マジで？え、沈まん、これ。大丈夫？沈まん、沈まん。え、待って、怖い。すごい。ね、待って、怖いんやけど。あ、すげえ。え、もう水の。これは怖いわ。怖い。え、え、水の中。え、危ない、危ない、危ない。待って、これやばい。バッグとか気をつけとかんと。あ、待って、これ水かかるやつやん、絶対。これ、怖くない？遊んでるぞ、かわいいぞ。待って、え、怖くない？おかしいぞ、みょん。え、すげえ、見て、鼻出して息してる。鼻だけさ、水から出してるよ。これ楽しいわ、これ楽しいわ。楽しいね。動画撮ろう、動画。やばいよ。うわ。
イエイイエイエゴヒナもピースしたほうがいい。イエイいい感じ。え、気になった人聞いていい？は言わないかな。言わないんかい。秘密。なんで？だってさ、どうせ明るくない？他なんか、まあ、言わんでっか、うん、ね。でもまだいろいろ考えてるし、いろいろ、いやなんかでも本当にいろいろ考えてる、マジでむずい。時間ないけどさ、まあいろいろ慎重に考えると、うん、そう、相手の人にもね、慎重に。恋は慎重派なんで。うん、それがいいよ。それがいいの？誰がいいよってね。誰がいいよって。可愛い、可愛い。絶対ここ取った方が良くない？ ね絶対ここ取ったら。頑張ってる。濡れた、やば。うわ、待って、これ落ちる。やばい、これ。行く。待って待って。ね、待って。やばいじゃん、あ、バカ水かかるし。パタヤシティ、リゾートアイランドやろ。暑い、やばいね。船とか怖いんだけど。ツインテールしてる。ツインテールしてる。かわいい、似合ってる。めっちゃいい、超いい。キュン。言ってくれた？言ってくれる？どんなとこなんだろう、全然ピンときてないけどね。知らん。うん、うん、海きれそう。ゾウとどっちが行きたかった？どっちでもよかったけど、うん、正直。海入りたいって言ってたじゃん。海行きたいって言ってたじゃん。でもゾウが良かったんでしょ。うん、だって言っとったもん、俺知ってるもん。でも負けだから、うん、まあでも良かったじゃん、海行けるし。いや、本当にいいじゃん、うん、俺は、はい。わわわわ、海ってすごいな。え、すごい、全部海です。え、海ってさ、一つしかないの？何言うてんねん。海って一つしかないの。埼玉なくない？何言ってるか分からない。だから確かにな、何言ってるか分からへん、うん、外側の県。おお、終わった。外側の県。外側やん。うんうん。なんで分かんないの？あ、じゃあそういうことじゃない、うん、あ、多分合ってる。どれだ？え、すげえ、マジ無人島みたい。うん、めっちゃ人おるな。え、めっちゃ人おるな。めっちゃ人おるな。無人島ではないな。いい、でもなんかテンション上がってきてるやん。いい感じ、いい感じ。今まで見たことないタイプだな。うん、あっちかな。綺麗、めっちゃ。何島やろ。なんか遠いな。早いです、もう着きます。島でかくない？でかい、バカでかい。でかい、やばいね。かっこいい。え、海ってさ、うん、塩水なんて知ってた？うん、気まずい。おもろいな。え、楽しそう。シーウォーク。シーウォーク。シーウォーク？あの、衰退状態のやつ、ずーっと呼吸できるやつ。あ、人たちいない。散歩してる。あ、出番か。ここで言うてんねん。ここ、いや、ここちゃうやろ。陸で言うやん。ありがとう。まあまあ、最高。いやいやわ、ともちゃん最高。まあ、見事見えないんだよ。直接言うのが恥ずかしいでしょうね。そやな、恥ずかしい。シュールすぎる、この映像。恥ずかしかった、一番可愛いです。あー、可愛い。すごい、いい、いいね。
キュービー口でも言ってほしいな。わーい書くことちゃうねん。別に書くほどのことではないねん。 LINE なの今気持ちはどんな感じ。じゃ上がってからでいいんじゃない。文字で聞くことかないや想像に分かってます。いや、これが2人よね。これが2人。そう、お互い言わない、分からないです。あかん、何も時間の無駄や。おもろすねた、ね、かわいい。かわいい、松原のかわいい。そうね、うん、じゃあ男から言おう。一番です、そのちゃんが。あ、何その登場。登場かわいいじゃん。嬉しそうやな、ね、いいじゃん。海の中でニヤニヤしてる。濁ってるけど嬉しそうな。わかったな。同じ。なく、なくすな。最高。一番でそのちゃんが同じ。泣くの。いや、かけよ。いやいやいや、私も松原が一番ですって、うん、盛り上がって。私結構好きでした、うんうん、結構トップレベルに好きなシーンでしたね、うん、今日好きの中でも、うん、あのね、濁ってるのがまたいいですよね。いや好きでって欲しかったけど。集合。めっちゃ大人っぽい。今のちゃんなんか思ってたより大人っぽいね。嘘、ほんと。かわいい。いい感じ。いい感じ。うん、爽やか。爽やか、爽やか。くゆるかった。あっち行って、うん、で、コマロ。レッツゴー。行こう行こう行こう。僕がタイガーだし。マジ、うん、早く見た。早く行きたい。タイガーだって。えぐいって。ナモーラーやん。これ何？あれだ。トラだ、トラ。トラ？やば。見てあれ。おマジ？えぐ。え、でかい。お初にお目にかかりますわ。かっこいい。あおー。トラめっちゃ撮ってる。どっち今すごい。どっち、一緒に撮ってる。オッケー。わぁ、うわぁ、うわぁ、やぁ、近い。わぁ、かわいい。かわいいわ、怖いわ、これ。恐ろしいわ。なんか髪の毛くるんってやった。あ、やってもらいました。いいやん。毛先まで気づいてくれる。やっとるよ、めっちゃ。ほんま、うん、ありがとうございます、気づいてくれて。いやいやいや、 いや気づくかなと思って。いや全然朝とあんまさ変わってないかなって。いやめちゃくちゃ気づくよ。わかるわかる。よっしゃ。めっちゃ可愛い。これ、え、可愛い。タイガー、可愛い。タイガー、可愛い。やばい。え、やばい、やばい。え、うわー、やばい。もうタイといえば。撮って撮って撮って、いっぱい撮って。かわいい。そうやろ。えぐ。怖い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 。大丈夫大丈夫。怖い、もう無理無理。もう無理じゃないの。え、怖っ。やばい、ちょっと怖い怖い怖い。ちょっと待って。いい、いくよ。撮って撮って撮って。はい、チー。全然顔が見たい。残念。やば。やば。いきまーす。はい、チーズ。やばー。すごい。いい。やばい。え、マジやばかったね。ねるちゃん2回目。ねるちゃん2回目行く。ねるちゃん2回目行ける？つ、つ、岩崎来て。やばー。怖い。本当に？やばいんじゃない？手を。やばいんちゃうん、これ。いい感じよ。
いよいよ。トラを撃つとぞ。はい。1、3、2、1。まあ、それは怖いわ。やばい。もうやめるって言ってるけど、もう移動しようか。本当にやばいよ。いい写真だ。何待ち構えたら待ち構えてるよ。やば、歯恐ろしい。やば、何手とかビロビロってやったら下めっちゃおるやん。欲しい。肉なんか意地悪したくなっちゃうね。うわ、すっごい来る。あの子狙ったら狙ったら狙ったら。うわ、来た来た。すげえ。やば、すっごい。やばい。うわやばいよ。早く食べな、お前。やば、うわ力強い。すげえ爆発。うわ、動きよ。じゃあ、二人やらん。いいよ、やろう。あ、一緒にやるんだ、いいね。やば、熱っ。こうこうまだ結構重いから頑張って。俺、後ろからいいよ。後ろ本当に。え、やだな。やだくない。どっちにする？開けてる人？開けてる人、うん、開けてる人、開けてる人いっか。いける？こいつ、いける？やばい。あの前にやるね。やるわ。ええやん。タイいいな。タイいいよね。いいですね。やることいっぱいありそう。海やばいね。やばい。めっちゃ海綺麗。ここ綺麗じゃない？やばい。一番綺麗。一番綺麗？乾杯。乾杯。うめ、うまっ、バカうまい。これマジ眺め最高なんじゃけど。最高だね。うん、写真撮ろうよ。うん、マジでプロット。はい、チーズ。うん、あんなタイガー触れるとかあんな経験ないと思う。ねねちゃん、俺とも撮ろう。やばくない？撮ろう。ねね大変。大変だね、引っ張りだこで。経験ないよ。マジ生き返る。ありがとう。うまい。あとねねちゃん、ちょっと話したいことあるから。そっちから来るんかい。話しましょう。うん、大変。順之助もいらっしゃい。できます。なんで誘ったんだろう。なんで誘ったんだろう。ありがとう。うん。待って。ちょっと会議じゃね。会議だね。でもさ、ツーショットいいですかとかじゃなくて、話したいことあるからみたいに言ってだよね。何なんだろう。いうのはうすうす感じだったけどね。本当に二人気になる人がおって、一人がユノンで、もう一人がなんか、もう一人おってみたいな。でもユノンの方が気持ち大きくてみたいなこと言っとって、うん、でも誰かとはユノンはあえて聞かんくて、ねねちゃんとは思ってた。ただねねちゃん、まあまあ多分女の勘やね。女の勘っていうか、いやでもどうだろうね、それはまだわ分からんけど。まだ分からんよね。マイナスのこと考えちゃったな、あれだし。話したいことなのかな。まあいろいろあるんか、いろいろあるんか、いろいろあるんじゃない、分かんないけど。いただきます。いただきます。持ち上げていいかな。いいでしょ。え、美味しい。うん、うまい。ココナッツ、そう、なんかコーヒーみたいな。あ、こんなに増地か。楽しかったね。ありがとう、誘ってくれて。俺も楽しかった、めっちゃ、ね、なんか誘ってくれたから、え、結構びっくりしてるから。あ、ね、急に誘って、わって思って、びっくりしたから。そう、え、でもその、え、最初もだけど、なんなんこの2日目の、どこかでは誘いたいって思っとって、うん、自分の中で。でも、なかなか誘いにくて、うん、ああそうだよね。か、なんなんやろ、どういう人なのかなっていうのを知りたくて。なんかツーショット短いけん、そうだね、そう、短いけん全然話せんやん。けん一緒に過ごしてどういう人なんかなみたいな。緊張する。ちなみにどういう人やった？
え、楽しかった。なんか話しやすい、本当に楽しい。ガチ、うん、え、思ってたんと違う。ガチ年下やん。そう、年下。いや、なんか今も気づいた、今気づいた、年下やったやん。年下よ。そう、ちなみにそう、年下なんでさ、やばい、めちゃめちゃ自分の中でリードされとう感があってさ。あ、本当？うん、やばい。年下じゃない的な。年下やけど年下じゃない、ね、でも本当に楽しい。全然気使わんっていうか、一緒におって苦じゃない。そうね、うん、楽やね、うん、時間ないけど、まあ、いろんな人のことも考えつつ。そう、ありがたいです。急にこんな誘ってね、やばいよ ね。ごめんね、急なのに。いやいやいや、誰も予想してなかったね。えって思った、ね、びっくりした。でも誘ってくれてよかった、楽しかったしね。このデートに大志くん誘って後悔はないんですけど、うん、うん、でもやっぱり花道くんっていうのが頭から離れないのが大きくて、やっぱり誘ったんですけど大志くんを、うん、でも誘ったのは自分だし、まあ、大志くんのことも気になってたしですけど、なんかやっぱり花道くんのことも、うん、なんかめっちゃ矛盾してます。やばい、自分が悪いのに泣ける。別に悪いも何もないよ。デートから帰ってきたら花道くんと話したいです。気づいたか。まあそうね、自分の中でもやっぱりそこに気づかされたんやな、うん、いい気づきになったかもしれない、うんうん、これはもうやっぱ恋愛はタイミング一番大事やし、はい、結局どこに行くかじゃなくて誰と行くかやんか、もうこれは、うん、なるほど、全てのことが。そらそう、だから日向はもう迷った結果大志と行くか花道と行くかで悩んだけど大志と行くって決めたけど、それが結果的にはあんまり胸に響かなかったってことやから、うん、だから日向ちゃんは一生懸命こう恋愛のアピールしたりつなげたりしたいって思いはあるけれど、それがすごく不器用なのがすごい応援したくなる、うんうん、笑ってる。可愛いな。じゃあのさ、笑ってるじゃん。本当思ったこと言っていい？うん、何？あなたさ、うん、あなたさ、何を考えてるかわからない。私？なんで？お互い様やろ。いつ？いつ思った？いつも。いつも？いつもってか。今もわかんない？わかんない。え、なんで？なんか、うん、なんかどう思ってんのかなって、え、なんか、うん、何を考えてるのか分かんない、うん、分かんない分かんない。いや、分かる分かる分かるよ、いける。いや、俺分かってないよ。分からん。やっぱだから口にしてほしいなっていうのがあるよね。うん、いや、分かんない、あなたは、うん、言えない。分かんないっていうか言ってほしいっていうかね。うん、え、何が、え、何が、いつも考えてることが分かんないってこと？どういうこと？何？どう思ってるか分かんないってこと？海の時も言ってくれんかったもん。え、言ったじゃん、言ったよ。だからもう言ってほしいだけやね。言ってほしいだけなのよ。言ってないよ。あー、ちょっと可愛いんだけど。めんどくせえな。結局してくれたんだよな。何が？ツインテール。うん、もうそれが好きの証やんか。そうだよ。まあ、ぶちけども何でも似合うんじゃない？最初さ、うん、言ってくれなかったじゃん。すぐね、すぐはね。だからさ、え、ツインテールやってるの気づいてないのかなと思って。え、違う、え、違う、怖くなったよね一瞬、うん、言うタイミングをね、見失ってた。そういうことね。そう、本当に、え、ツインテールやったのに気づいてないのかなと思って。
気づかないことある？でも自分から言っちゃおうかなと思って、うん、やったんだけどみたいな、うん、ちょっと言おうかなって思ってたレベルで、うん、だからさっき海のとこで言ってくれた時めっちゃびっくりした。なんでびっくりした？あ、気づいとったやん。気づいてるでしょ。さすがにね。うん、結構期待してたしね。何が？期待してた。決めてるしてくれて、うん、え、決めてるの？誰に行くとか。決まってるでしょ、それは。今決まってないと思う、逆に俺が。え、思わない。でしょ。分かってて聞いた、うん、いいですね、自信があって。え、いいと思います。本当に？じゃあ待ってますからね。うん、はい。何が？明日。何を？分かってるくせに。いいな。待ってるからね。いいですか？ちょっと言えれんのよ、私そういうの無理なんや。なんで？え、自分からいけないでしょ。うん、無理なの。これが最大。そうなの？うん。オッケー、分かった。え、違うの、あなた本当に何考えてるか分からないからさ。え、分かるよ。言うの怖いの。え、大丈夫、分かる。え、なんで？男は言うてやれ。分かるよ。いや、分からないよ。愛の言葉は男が言え。いや、まあ、うん、他の人は見てないです、うん、これは同じ、同じ同じ。本当本当だよ、本当本当、本当の本当の本当の本当だよ。かわいい。うん、はいはい、わかりました、うん、小学生が恋愛してるの。あー、もどかしい。どっかで言うかな、好きっていう言葉。こんなに好きっていう言葉を大切にする人たちいない。あ、逆に感動しちゃうかも。うん、ありがとね。ちょっと暑いね、ここ。暑っ、眩しい。俺こっち座るよ。あの、俺さ、1日目から気になってる人に入れてて、うんうん、それでずっと誘いたいと思ってたんだけど、うんうんうん、ちょっと通所がなかなか誘えなくて。なかったね。うん、うん、なんかシーサイドレストランの時もさ、うんうん、ちょっと隣で喋ったけど、ちょっとちゃんと二人で喋る時間がなくてさ。なかったね。うん、うんうん、だからちょっともうここしかないと思って、うんうんうん、ちょっと誘って。それで昨日花道くんとも夜行ってたじゃん、うんうん、だから本当にもう機会が全くなくて。なかったね。ないね、ないね、うん、でだからありがとう。あ、こちらこそありがとうございます、うん。それでちょっといろんなことさ、通所してるじゃん。だからなんて言うんだろう、ねねの気持ちを知りたくて今。うん、そこをちょっと気持ち知りたくて。うんうんうん、今そう、うん、花道くんとサールくんで迷ってるから、うんうん、ゆのんちゃんの方が気持ち大きい。ごぼごぼ今は本当にまだ喋ってなくて、ねねちゃんと。だからそうだよ、話ないね。ゴブゴブというよりは、うん、もうちょっとわかんない。あ、ゼロ。そう、ゼロというか、うんうんうん、ちょっと本当わかんなくて、今喋りたいと思ってて、うんうん、だからちょっと誘ったんだけど、うんうん、ゆのんちゃんに気持ちが大きいならゆのんちゃんの方に行った方がいいと思うし、ゆのんちゃんも迷ってたから。いいね。そうなの。そうそうそう、やっぱゆのんちゃんも変わってきてるもんね。そうよ、そうよ。そうだよね。やばいよ、このまま、うん。揺らいでるとさ、うん、多分持って帰っちゃうっていうかさ。言ってたよ、やばいで。マジか。ちょっと暑いからさ、どうあるかな。持参？うん、持参持参。ちょっと妹から借りてきた。うん、いいよこれで。おもろ。うん。ちょっと暑いからさ。暑いね、やばいね。うん、一生暑いもん。ゆの、うん、ちゃんに固まったっていう話なんかと思ってた。ああ、そういうことね。うんうん、それをはっきりさせたいと思って、うん、なんて言うんだろう、固まったって言ってもやっぱり第一印象で入れたって話したから、うんうんうん、やっぱ言わなきゃいけないなと思って。ゆのんちゃんに行くなら、うん、多分早く行った方がいい。すごいアドバイス。そうだ、今しかチャンスないと思う。今しかない、うん、マジで。もうここで決まっちゃうよね。うん、真摯な人がタイプって言っとったよ。真摯な人。真摯な人って何？かけそうになったら、あ、あ、みたいな。なるほど、リードしてくれるみたいな。うんうん、そう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 、がいいって言ってたよ。なるほどね、うん、そうなんだ。そう、言ってましたよ。うん、てか、ねねちゃん、すごすぎ。うん、うん、でもやっぱ女子からしても好感持ってます。
なんか思わせぶりしないじゃないですか、うん、大事ですよね。ちゃんと考えるねとかではなく、うん、もうだってユノンちゃんの気持ちも知ってるわけですから。まあ確かにな。だからもし迷ってるんだったらユノンちゃんの方に行った方がいいよっていう、うん、なんか優しさというか。まああるね、はい、いやすごい。ユノンはそのちょっと不安っていうか会議だかどう思ったんじゃろうなって中で昨日ビーチで話して、うん、気になる人が一人できて、そのそういうこともあってちょっと気になる人ができて、うん、そう迷っとるっていう状況。俺大体予想つくで。ほんまに俺もなんとなくついてきて。ほんまに俺もつく。どうぞ。大使。え、大使でしょ。やっぱりね。思ったね。だって2人めっちゃ盛り上がった。そう、めちゃくちゃ笑ってたしね。え、やばかった。ぶち盛り上がって。ぶち盛り上がってたもんね。なんか、え、こんなに喋るんだよみたいな。あ、大志くん。イメージと違ったの。そう。で、しかも変に気使うとかもなくて、うん、色のまんま話せて。しかも同い年だし。あれ、なんか自分のまま話せるっていいよね。え、ほんまにさ、大事だと思う。いいよね。え、もうねねちゃんやろ。うん。いや、でも俺はまだひなちゃん。ああ、え、ひなめっちゃいいと思うよ、ひなちゃん。あ、本当に聞いてるからな。アシスト入った。ひなちゃんマジでお似合いだと思わん？まあ、じゃあ何それ。あの、別に俺がね、そのだって俺がなんかさ、あの、そっちの方がお似合いだよとか言ったらなんかね、その俺もさ、ひなちゃんのことを思ってるからさ。あ、そういうことか。そう、なんか考えすぎよ。考えすぎ。そこまで思うけど、考えてなかった。言ってくれた方が嬉しい、俺は。いや、でもいいと思う。あの、どっちともにだよね、別に。本当にいい人だな、うん、ね、いい人。帰ってきた。帰ってきましたよ。おかえり。ただいま。笑っとる、めっちゃ。おかえり。おかえり。おかえりす。おかえり。おかえりす。これさ、動くじゃん、動く。ありがとう。はい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 、おかえりなさい。おかえりなさい。みんなは気持ち固まってる？もう一人気になった人が増えた。おお、いいやん。増えた。今日好きになりました。旅のしおり。え、どういうこと？こん中でってこと？え、ここで読むの？どういうことって感じ。何が起きるの？こんななんだけど、ね、今から何が起きるの？え、わからん。え、すげえ、二人あるんや、こんな。ねえ、びっくりした。なんで？なんで俺ら二人だけ？なんで今？俺、全員ところにあるやん。二人で。今からサファリチームの5人だけに花くじをしてもらいます。マジで？マジっす。一本だけ入っている赤い花を引いたメンバーが気になる相手を誘って特別なナイトデートに行きます。ただし、他のチームのメンバーを誘っても構いません。いいね。いいやん。なるほどね。やばー、呼び寄せられるんだ。おもろー。なんじゃそりゃ。だから、向こうで誘っ、だから赤い花見た人の。今おるけど、ここも誘われるってこと？え、難しい。え、どういうこと？え、待って。そういうことだよね、でも。でも他のチームの人を誘っても、いいですよって書いてるから。あ、君ら関係ないんで大丈夫です。はい、君らいい、うん。え、なんで5人の中だけで花くじなん？二人きり慣れてないけん。助け舟。それだ。助け舟だ。助け舟。そういうことか。ありがたい。やば。やば。でかいなこれは。来た来た来た。来た来た。やばい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 。絶対引きそう。その赤字引く。確かに、ね、持っとるね。赤だ。もう赤引くっしょこれは。これは引けるよ。もう花道が引いて日向っていうパターンもあるで、ね。あり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 。もう激アツ展開。ね、どうかそこがいいな私。うん、どこ感じる？赤い花。俺ちょっと一番多く感じてるかな。おお。誰だろう。俺あれかな。これ感じる。俺これ感じる。どれ？マジ？ねねちゃんは？え、どれ？え、俺これ感じる。じゃあ私これ。え、じゃあもう引いちゃう？じゃあ引こうや。引くしかないね。え、そんなすぐ引くの？もうちょっと悩まない？悩むか。ほんまに？なんか緊張するよね。俺もそこしか可能性感じない。いや、もう決まったなら引いちゃおう。
やばい、緊張する。引く？引くか。行こうか。手を置いてください。手を置いてください。一斉ので。うわー、すごい。すごい。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。やっぱ感じたもん。めちゃくちゃいいな。本当に感じた。めちゃくちゃ感じた。いいの、いいの、マジで。じゃあねねちゃん行きませんか。うわー、行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃいませ。よいしょ。やっと、やっと。ありがとうございます。いえいえ。いや、もうもう最高っすね。もうずっとそのもう いいなと思ってたんで、花道がその二人きりでデートやって、俺も行きたいなと思ってたんで、こんなチャンスが来るとはもうと思ってもなかったんで、マジで嬉しいっす。本当に嬉しいっす。いや、もうもう最高っす、もうマジで。めでるな。超嬉しい。赤いバラをめでるな。気持ちはわかる。いや、なんかすっごい焦ってます。あの二人が行っちゃったら、なんかもうそのままくっついちゃいそうだなと思って、すごい焦ってます。なんか日向ちゃんが二人で離島の時に大志くん誘った時もなんかちょっとモヤモヤっていう気持ちはしたんですけど、それよりもなんていうんですかね、本当に嫉妬とか、自分昨日なんかねねちゃんとの会場でしたんで、明日から俺の行動見てくださいって言ったのに全然できてないなと思って、すごい自分に不甲斐ないっていうか、なんでそこまでできなかったんだろうって思う気持ちがあります。それがすごい確認できました。なんかもう引いた時にあやばいって思ったんですけど、でもそこで泣いちゃったら、もうあの二人そのこと見ちゃったらもうずっと考えちゃうと思いますし、その時も内心もうあ最悪だって感じでなってました。夜通称誘える時間があったとしたら、すぐに誘って自分の気持ちを伝えたいと思ってます。ねねちゃんが誘われたことで、花道は自分が好きなのはねねちゃんっていう気持ちになったんじゃないですかね。あれだけ見るとそういう風に感じちゃうよね、うん、今回は嫉妬で気づく旅だな。そうね、やきもち大事よ。離れるの大事ですか。離れるからやきもち焼くわけやんか、うん、でやきもちを焼くから私好きなんやなっていうことを確認するわけやん、うん、やっぱりやきもちを焼かない関係ってさ、好きかどうかが分からなくなってくるというか、好きという感情が濁っていくのよね。なるほど。でもそれを一回クリアにするためにはやきもちを入れないと。すごい、人生何回目ってすごい勉強。人生は1回目やけど、今日好きは死ぬほど見てるから確かに何十回も見てますね。なるほど。 そうやね。そして日向がね、もう花道のことが好きだったんだって気づいたじゃないですか、うん、そこもまた動かなきゃいけないポイントですよね。いや、もう大変よ、うん、もう。でも日向から花道にガツガツいっぱい言うかな、うん、そこやねんな。確かに計画的にそこ、うん、かな。いや、なんか複雑、難しい恋愛。なんで松原と園が反対やねん最初一番難しそうだなって思ってたのに、ね、
誘ってくれてありがとうございます。いやいや、マジでありがとうございます。マジで嬉しかった。もうずっと誘そうと思って、もうこれすごいよね。当てたい。マジでもう感じた。感じたん？もう これだと思ってマジで。え、マジ？これ？本当に？本当に？これ乗れるの？本当に？乗っていいんかい？え、これ？本当に乗っていいの？これ怖くね？え？本当に？乗る？こっち？大丈夫？危ない。大丈夫？大丈夫？ありがとうございます。座る？うん。やば。やば。うわ、動いた動いた。やばい。やばい。やばいやん。やばいね。え、やば。やばい。え、やばい。わあ。やばいね。やばくない？え、もうこんなん超楽しい。なんかさ、あれじゃない？恐れのもんとか買いたくない？え、買いたい、思った。買いたいよね。思った、思った、思った、思った。そうそう。買えたら、買おうよ。え、買おう、絶対。あの、朝、話した時にさ、その、花道と、あれ、俺でさ、気になって言ってくれたじゃん。それは、変わらず？変わらず迷ってる。そっか、そっか。まあ、迷ってる。そうだよ、明日告白やで。そうだよね。やばいな。そう、やばいやばい。だから早く決める。もうラッシュ決めるしかないよ。もう夕方ですもんね。もう俺はもう決まってるから。ありがとうございます。固まってるから気持ちは。何やばいね、これやばい。いや、いいな。え、めっちゃ長くない？なんか長い。長いよね。かわいい。かわいい。上手。パンすな。上手な。かわいい。思い出動画パンすな。いや、もう本当に あれだね。あとちょっとだね。あとちょっとやばいよ。あとちょっとでもやばいよね。やばい。決めんとな。そうだね。うん。いや、もう俺は頑張るしかないから。頑張り。何？何？何？目合うのはやだ。なんで？なんで？え、なんで？え、目見ない。そうやん。左手の感じ、手つなぎたんや。あ、なんか。手つなぐ。あ、見た！すごい！すごい！すごい！予言者？ずっと手つなぎたい動きしてたもん。本当に？本当に。成立してからつなぎたいなと思ってるんですけど、どうですか？そりゃ、そうだよね。あ、もう初めて手つないだことないけんさ。え？つないだことない。本当に？うん、つないだことないけん、そう、初彼氏できて成立したらつなぎたいなって思って。あ、そういうことね。 それはじゃあ大事だ。ごめんなさい。いやいやいや、全然全然。それは大切にしよう。成立してから。じゃあ頑張らんとな、俺。頑張れ。俺が手つなげるように。そうそうそう、そういうの、そういうの言ってこう。頑張るよ、マジで。え、手つなぐことってすごいいいことやのに。そうやで。でもだから初めての人に置いときたいわけやんか。ね、大切な。それも大切やから。え、どういう系買う？え、タイっぽい。あ、タイっぽいやつ。タイっぽいやつが良くない？やばくない？やばい。やばいね。タイ、どう？あ、これ可愛いじゃん。え、めっちゃ可愛い、これ。こういうのは？シルバーもある。あ、こっちもあるで。あ、本当だ。これめっちゃ可愛い。え、可愛くない？めっちゃ可愛い。これでもいいね。お、え、ブレスレット良くない？いいね、めっちゃいい。いいよね。じゃあ、ブレスレットにする？ブレスレットにしよう。うん、これ良くない？めっちゃいい、これ、かわいい、これ、ね、これも、これでよろち。うん、
い思い出やな、お揃いって、ね、こんなういういしい、よいしょよいしょ、はい、通るかな通るかな、通った通った、余裕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 で、これをやべえ、かわいい、いいんじゃない、いい、よきよきよきやん、よき、え、かわいい、待って、これ通るかな、いや、通る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 、よいしょ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 、あ、通った、いけるいける、いいね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 、おー、来た、いいやん、きつい、いいね、取りましょう、いい、わ、めっちゃいいやん、かわいい、たろたろ、めっちゃいい、待って、見えてないの、来た、オッケーじゃない、いいやん、いいじゃん、かわいい、いや、マジで嬉しい、いや、もう今日で、明日でもう終わりだから、いや、もう俺姉ちゃんのことが好きだから、いいね言った待ってた、おめでとう、待ってた、待ってた、よう言った、長谷春、よう言った、いや、もう絶対もう誰にも負けないぐらいですね。だから告白もう絶対行くんで、待っててください、ありがとうございます、待っててます、待っててます、待っててますありがとうございます、いや、楽しかったね、マジで、うん、楽しかった、じゃあ行こう、行きます、やっと言ったね、いや、好きだよって、10点低くないですか、100点で言わない、なんで10点満点で言うの、びっくりした、こういう時100点満点で言うもんやで楽しみ、いきます、オープン、あ、サファリメンバー帰ってきたよ、オープン、やべえ、僕うまそう、マジでうまそうなんだけど、うわ、毎日美味しそうな料理食べてるの、これ2泊3日でめっちゃ太りそうっすね、わー、マジでお腹減ったんだけど、お腹空いた、お腹空いたね、じゃあとりあえず3人で、はい、乾杯、乾杯、乾杯、いいね赤い花ね、ユンたち弾けんかったけね、弾けんかったね、弾けんかったけね、赤い花、本当に弾きたかった、弾きたかったね、弾きたかったね、マジで明日告白緊張するね、でも決まった、男子だもんね、緊張する、え、もう決まったん、みんな、まあ俺は決まってる、決まった、俺も決まったかな、マジ、え、もう気になる人とかは、俺は絞った、マジ、うん、おった、イノンちゃんは、イノン、まだ迷っとる、告白される側だからねまあそうだね、よしだ、うん、いや、わかんないんや、なんか何考えたんか、不安なんだもん、何考えた、そうだよ、順の人、あなたよ、あなた次第なのよ、そう、どう思った、何考えたの今、どんな気持ち、今、うん、悩むにしてもさ、やっぱり喋らないとわからないじゃん、うん、だから、とりあえず今日はあの姉ちゃんと喋るために今日は今日の昼、うん、誘ったって感じで、うん、でそっからこの夜までちょっといろいろ考えてさ、うん、で固まったって感じ、あ、そういうこと、そう、いいのにね、みんな統治使うね、うん、そういうこと、そうだよ、ほんまにもう固まったんか、俺決まったね、あー、マジガチか、姉ちゃん、うん、うわー、やば、あ、帰ってきたよ、ただいま、おかえり、3人しかいない、ゾウ行ってきた、おかえり、ゾウ行ってきた、大使、ゾウ乗ったの、うん、え、乗った、え、でかいかけるでかいだね、3人、まだ、あ、そう、知らないのか、サファリチームから2人行ったんだって思う、うん、みんな好きな席、うん、いや、好きなんだ、え、何した、え、なんか気になる、ゾウ乗った、え、ゾウ乗って、うん、なんかゾウに餌やってめっちゃ近いのたくさん触って、うん、あと写真撮った、やばっ、ちょっとひなちゃん話あるんでいいですか、はい、すみません、うん、あ、話ある、ちょっと話しちゃい、すみません、はい、 Oh, don't let us see
け。楽しかったぞ。楽しかった。大志は明日告白だけど、どういう決まった？もう決まったかな。俺も決まった。ちなみに俺は言うの。いいね。さすがだ。俺も言うの。大丈夫、気まずくない。気まずくない。じゃあユノンと通称行ってきていい？うん、お願いします。行こう。よいしょ。行ってくるね。うん、いってらっしゃい。